キャプチャーボードを買いあさって25台以上、どうもシファです。今回は PS4 やスイッチ用キャプチャーボードのおすすめランキングトップ5を紹介していこうと思います。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。 PS4 やスイッチにおすすめのキャプチャーボードを紹介していく前に、どのような基準でおすすめのものを選んでいくのか解説しておこうと思います。ちなみにキャプチャーボードとは何なのかわからない、パッスルー出力などのキャプチャーボードの専門用語がよくわからないという人は、初心者向けにキャプチャーボードを選ぶ時のポイントを解説した動画を作成しており、説明欄にリンクを記載しておくので、まずはそちらを確認するようにしてください。キャプチャーボードの初歩的なことを理解できたという前提で解説していきますが、 PS4 やスイッチ用のキャプチャーボードということで、大きく分けて4つの基準を設けて、最低でもこれを満たしている製品の中から今回のランキングを作成しました。まず1つ目の基準は、遅延のない映像を映すことができるパッスルー出力ができるものの中から選んでいます。パッスルー出力ができないキャプチャーボードを使用すると、 OBS などのキャプチャーソフトに表示された遅延のある映像を見ながらゲームをプレイしないといけないので、ゲーム中の操作がかなりやりにくくなってしまいます。また一瞬の反応が遅れてゲームの勝敗にも関わってしまう場合もあるので、ゲーム実況を行うのであればパッスルー出力できるキャプチャーボードが必須です。次に2つ目の基準は、 PS4 やスイッチは 1080p60fps の映像を出力することができるので、これと同じ映像をパッスルー出力することができ、キャプチャーソフト側にも映すことができるものの中から選択しています。また PS4 Pro を使用している場合は 4K30fps の映像を出力することもできるので、これと同じ映像をパッスルー出力することができるキャプチャーボードも厳選しています。これよりも性能が低かったり、逆に性能が高すぎて宝の持ち腐れになってしまいそうなものは除外しているので安心してください。ちなみに 4K60fps、1080p120fps の映像を出力できる PS5 を今後プレイしていきたいと考えているのであれば、キャプチャーボードの選び方が少し変わってきます。今回紹介している製品の中には、 PS5 でも性能を発揮できるものも一部紹介していますが、今後 PS5 の性能をがっつり活かしてプレイしたいと考えているのであれば、説明欄に PS5 用のおすすめなキャプチャーボードランキングを紹介した動画リンクを記載しておくので、チェックしてみてください。次に3つ目の基準は、キャプチャーボードには外付け型と内蔵型の2種類があるのですが、内蔵型のキャプチャーボードはある程度 PC の知識がないと扱いが難しいので、今回は初心者におすすめな外付けキャプチャーボードの中から選択しています。また内蔵型のキャプチャーボードは録画解像度などの性能が高いものが多く、 PS4 やスイッチ用として使用するには宝の持ち腐れになることが多いので、今回のランキングからは除外しています。最後に4つ目の基準は、実際に使用してみて問題なく使用できたものの中から選択しています。自分は25台以上のキャプチャーボードを実際に使用した経験があるのですが、製品情報ページのスペック一覧を見る限りでは、性能が高くて使えそうと思って購入したのに、実際に使ってみると映像が乱れたり色味がおかしかったり、徐々に音声がずれてしまうものもあったりしました。製品情報ページのスペック情報だけをまとめて作成した内容の薄っぺらいランキングではなく、実際に使用してこれは本当におすすめだと思った製品を5つ厳選しているので、安心して製品情報を確認していってもらえたらと思います。それでは自分が本気でおすすめする PS4 スイッチ用のキャプチャーボードランキングトップ5を確認していきましょう。 PS4 スイッチ用におすすめなキャプチャーボード第5位は、 IO データの GV-LSU200 というキャプチャーボードです。値段は動画作成時点で Amazon で 23,800円となっています。このキャプチャーボードは 1080p60fps の映像をパッスルー出力することができますし、同じ解像度の映像を OBS などのキャプチャーソフトに移して録画や配信も行えるようになっているので、 PS4 やスイッチを使用する人にぴったりな製品となっています。さらに外部機器の映像を2つまで入力することができますし、クロマキー合成機能も搭載されているので、例えば1つは PS4 からの映像を入力し、もう1つはグリーンバックの前にいる自分の姿をデジカメや一眼レフなどで撮影したカメラ映像を入力すれば、このキャプチャーボードだけで顔出しのゲーム実況が可能です。また各ボタンをポチポチ押すことで画面を簡単に切り替えることもできるので、非常に扱いやすい製品となっています。ちなみに画質が気になる人も多いと思うので、実際に PS4 のゲーム内ムービーを OBS へ録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。他のおすすめできないような製品だと、色味がおかしくなってしまったり、映像が乱れてしまったり、音声が徐々にずれてしまうような症状が出る場合があります。
しかしこのキャプチャーボードの場合は動きが激しいところも乱れることなく綺麗な映像と音声になっていましたし、色味に関しても問題なかったので安心して使用することが可能です。このように PS4 や Switch で使える性能がある非常にいい製品となっていますが、 1080p60fps までしかパススルー出力することができないので、 PS4 Pro を使用していて 4K30fps でゲームをプレイしたい場合はそれができなくなっています。またこれからゲーム実況を始めようと思った時に、いきなりゲーム映像とカメラ映像を表示させて実況するという人は少なく、どちらかといえば中級者以上向けのキャプボかなと思ったので第5位としています。ただパススルー出力の解像度は 1080p60fps で十分と思っていたり、最初はゲーム画面だけ録画や配信をしたいけど、後からゲーム映像とカメラ映像を表示させて顔出し実況もしてみたいと思っていたり、カメラの映像を2つ入力して2カメ体制で実写映像も撮影できるので、用途としてはかなり幅広く使える製品となっています。この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、説明欄のリンクからチェックしてみてください。 PS4 スイッチ用におすすめなキャプチャーボード第4位は L 型の HD60S というキャプチャーボードです。値段は動画作成時点の Amazon で 19,677 円となっています。このキャプチャーボードは 1080p60fps の映像をパススルー出力することができますし、同じ解像度の映像を OBS などのキャプチャーソフトに移して録画や配信も行えるようになっているので、 PS4 や Switch を使用する人にぴったりな製品となっています。ただ注意点として、この製品は Windows と Mac で使用できるようになっていますが、 Mac で OBS というキャプチャーソフトを使用する場合は複数のソフトウェアを導入する必要があるという情報があります。自分は Windows を使用していたので、そのようなソフトウェアをインストールしなくても使用することができたのですが、 Mac を使用していて OBS を使用したい場合、自分でソフトウェアを調べてインストールする必要があるので、この点には注意してください。個人的には Mac を使用しているのであれば、この製品は使用しないのがおすすめです。ちなみに画質が気になる人も多いと思うので、実際に PS4 のゲーム内ムービーを OBS で録画してみた映像を確認してみると、このようになります。他のおすすめできないような製品だと、色味がおかしくなってしまったり、映像が乱れてしまったり、音声が徐々にずれてしまうような症状が出る場合があります。しかしこのキャプチャーボードの場合は、動きが激しいところも乱れることなく綺麗な映像と音声になっていましたし、色味に関しても問題なかったので安心して使用することが可能です。このように PS4 や Switch で使える性能がある非常にいい製品となっていますが、 1080p60fps までしかパススルー出力することができないので、 PS4 Pro を使用していて 4K30fps でゲームをプレイしたい場合はそれができなくなっています。また Mac を使用していて OBS を使用する場合は、ソフトウェアを自分で調べてインストールしなければならないという面倒なところもあるので第4位としています。ただパススルー出力の解像度は 1080p60fps で十分と思っていたり、 Windows を使用している場合は問題なく使用できるので、非常にお勧めできる製品となっています。この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、説明欄のリンクからチェックしてみてください。PS4 スイッチ用におすすめなキャプチャーボード第3位は IO データの GV-USB3HD というキャプチャーボードです。値段は動画作成時点の Amazon で 14,355 円となっていて、紹介する製品の中では最も安い製品となっています。このキャプチャーボードは 1080p60fps の映像をパススルー出力することができますし、同じ解像度の映像を OBS などのキャプチャーソフトに移して録画や配信も行えるようになっているので、 PS4 や Switch を使用する人にぴったりな製品となっています。ただ Mac には非対応となっているので注意してください。ちなみに画質が気になる人も多いと思うので、実際に PS4 のゲーム内ムービーを OBS で録画してみた映像を確認してみると、このようになります。他のおすすめできないような製品だと、色味がおかしくなってしまったり、映像が乱れてしまったり、音声が徐々にずれてしまうような症状が出る場合があります。しかしこのキャプチャーボードの場合は、動きが激しいところも乱れることなく綺麗な映像と音声になっていましたし、色味に関しても問題なかったので安心して使用することが可能です。また使用中の発熱に関してですが、他のキャプチャーボードも発熱は少ない方なのですが、このキャプチャーボードはそれよりもはるかに少ない発熱となっており、熱による性能低下や耐久性に関してはトップクラスで安心な部類となっているのも特徴ですね。あと付属でパワーディレクター14 4IO データという動画編集ソフトが無料で利用できるのもポイントになっています。
このパワーディレクターという動画編集ソフトは国内販売シェアナンバーワンの動画編集ソフトとなっていて、自分はパワーディレクターの中でもパワーディレクター365という動画編集ソフトを使用して動画作成をしています。今回付属でついてくるのはパワーディレクター14ということなので、過去バージョンのパワーディレクターとなっていますが、本来であれば有料の動画編集ソフトを無料で利用できるようになっていますし、カット編集や字幕入れといった編集ができるようになっているので、ゲーム実況動画も簡単に作成できるようになっています。過去バージョンなので画面の仕様などが違っていると思いますが、パワーディレクターでの編集方法を解説した動画も投稿しているので、もしもパワーディレクターを使用する場合は説明欄のパワーディレクター再生リストからチェックしてみてください。このように PS4 やスイッチで使える性能がある非常にいい製品となっていますが、 1080p60fps までしかパススルー出力することができないので、 PS4 Pro を使用していて 4K30fps でゲームをプレイしたい場合はそれができなくなっています。また Mac には非対応となっているので注意が必要です。ただパススルー出力の解像度は 1080p60fps で十分と思っていたり、 Windows を使用しているなら十分使用することは可能ですし、本来ならば有料の Power Director という動画編集ソフトが無料で利用できるお得な製品となっているので第3位としています。これからゲーム実況を始める人におすすめできる製品なので、この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、説明欄のリンクからチェックしてみてください。 PS4 スイッチ用におすすめなキャプチャーボード第2位はアバメディアの GC550+ というキャプチャーボードです。値段は動画作成時点で Amazon で2万900円となっていて、ベストセラー1位にもなっている人気製品となっています。このキャプチャーボードは 4K60fps の映像をパススルー出力することができますし、 1080p60fps の映像を OBS などのキャプチャーソフトに移して録画や配信も行えるようになっているので、 PS4 や PS4 Pro、スイッチを使用する人にぴったりな製品となっています。ただ Mac には非対応となっているので注意してほしいのですが、 4K60fps の映像をパススルー出力することができるので、今後 PS5 を入手して 4K60fps でプレイしたいと考えている場合でも対応することが可能となっています。ちなみに画質が気になる人も多いと思うので、実際に PS4 のゲーム内ムービーを OBS で録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。他のおすすめできないような製品だと色味がおかしくなってしまったり、映像が乱れてしまったり、音声が徐々にずれてしまうような症状が出る場合があります。しかしこのキャプチャーボードの場合は動きが激しいところも乱れることなく綺麗な映像と音声になっていましたし、色味に関しても問題なかったので安心して使用することが可能です。あと数あるキャプチャーボードの中でもこの製品唯一の機能としてカバー画像を取り替えて自分好みにカスタマイズできる機能が搭載されています。専用ソフトを使用することでカバー画像を簡単に作成することができるので、実際に購入して興味があるという人はカバー画像を作成してカスタマイズしてみてください。あと付属でパワーディレクター15 for AvaMedia という動画編集ソフトが無料で利用できるライセンスキーが付属されているのもポイントになっています。今回付属でついてくるのはパワーディレクター15ということなので、過去バージョンのパワーディレクターとなっていますが、先ほどの IO データの GV-USB3HD に付属されているものより1つバージョンが上ですし、本来であれば有料の動画編集ソフトを無料で利用でき、ゲーム実況動画も簡単に作成することができるのでおすすめです。過去バージョンなので画面の仕様などが違っていると思いますが、パワーディレクターでの編集方法を解説した動画も投稿しているので、もしもパワーディレクターを使用する場合は説明欄のパワーディレクター再生リストからチェックしてみてください。このように PS4 や PS4 Pro、スイッチで使える性能がある非常にいい製品となっていますが、 Mac には非対応となっていますし、実際に使用してみると分かりますが、本体の光が眩しかったり設定が少し面倒というデメリットもあるので注意してください。ただ本来ならば有料のパワーディレクターという動画編集ソフトが無料で利用できますし、今後 PS5 を入手して実況する場合でもその性能を活かすことができるので第2位としています。これからゲーム実況を始める人におすすめできる製品なので、この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、説明欄のリンクからチェックしてみてください。PS4 スイッチ用におすすめなキャプチャーボード第1位はエルガトの HD60S+ というキャプチャーボードです。値段は動画作成時点の Amazon で 22,020円となっていて、一つ前の機種である HD60S と比べて2000円ちょっとしか変わらない製品となっています。
それなのにもかかわらず、このキャプチャーボードは 4K60fps の HDR 映像をパススルー出力することができますし、 4K30fps、1080p60fps の HDR 映像を OBS などのキャプチャーソフトに移して録画や配信も行えるようになっているので、 PS4 や PS4 Pro、Switch を使用する人にぴったりな製品となっています。また 4K60fps の映像をパススルー出力することができるということは、今後 PS5 を入手して 4K60fps でプレイしたいと考えている場合でも対応することができますし、 HDR 映像も楽しめるようになっているのでおすすめです。ちなみに画質が気になる人も多いと思うので、実際に PS4 のゲーム内ムービーを OBS へ録画してみた映像を確認してみるとこのようになります。他のおすすめできないような製品だと、色味がおかしくなってしまったり、映像が乱れてしまったり、音声が徐々にずれてしまうような症状が出る場合があります。しかしこのキャプチャーボードの場合は、動きが激しいところも乱れることなく綺麗な映像と音声になっていましたし、色味に関しても問題なかったので安心して使用することができますね。このように PS4 や PS4 Pro、Switch で使える性能がある製品となっていますが、はっきり言ってこれといったデメリットが見当たらないくらいに非常にいい製品となっています。使用するために余計なソフトウェアやドライバーなどをインストールする必要もないので設定が簡単ですし、 Windows でも Mac でも使用することができるようになっています。さらに PS4 Pro や PS5 でも使用することができるくらいの性能を持つ製品でありながら、一つ前の機種である HD60S と比べて2000円ちょっとしか値段も変わらないので、非常にコスパのいい製品ということもあって第1位とさせてもらいました。これからゲーム実況を始める人におすすめできる製品なので、この製品が気になる人は説明欄に記載している製品リンクからチェックしてみてください。またここでは解説していないもっと詳しい性能レビューや使い方を解説した動画も投稿しているので、説明欄のリンクからチェックしてみてください。はい、ここまで PS4 や Switch におすすめなキャプチャーボードランキングを紹介してきましたが、どうだったでしょうか。実際に購入したい製品を見つけることができたかもしれないですが、特に注意してほしい点として、キャプチャーボードを購入する前に対応している OS が Windows なのか Mac なのか、しっかりと確認してから購入するようにしてください。また CPU や GPU、メモリなどのキャプチャーボードが動作するための推奨スペックも見ておかないと、実際に購入して使用したけどスペックが足りなくて映像が映らないなどのボンミスもあったりするので、製品情報ページをしっかりと確認するようにしましょう。あと製品によっては並行輸入品と記載された通常よりも安い製品が販売されていることがありますが、海外向けの仕様になっている製品を輸入することになるので、口コミを見ても不具合の情報が多いですし、これは正規代理店による販売ではないので日本国内でサポートが受けられなくなっています。もしも不良があった時は返品ができるようになっていればいいですが、返品できないのであれば泣き寝入りするしかないので、この点には注意して購入するようにしてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じでキャプチャーボード関連の情報や録画や配信に使用する機材やソフトの情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、 Gearticus というサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。